猛スピードで進んでます。もう半分いきましたね。まあでもきっとこれからどんどん、とりあえずこうまだこうなんかセリフがあってとがきがあってみたいなこうあるけど、それを今は形に、人がどうやって動くとかそういうのを形を作っていってるみたいな段階、それがもう半分に来て後半に突入という感じですかね。髪の毛かわいい。嬉しい。インナー、染めるみたいな話のこと？私は、それじゃなくて、今、本当は短めのウルフカットになってるんだけど、すごい、エクステというものをつけて伸ばして、その中に、一段階明るい色をミックスして入れている。偽物お、怪獣 T シャツ届いたって。嬉しい。終わってはしまったけど来てくれると嬉しい。T シャツ、うん、着てる着てる。お、今着てる。意識高々じゃん。私のショールーム見てる時に怪獣 T シャツ着てくれてるの、もう鏡だね。さすがです。その調子です。おもろい演者さんとかいる？皆さん面白いです。みんな、うん、素敵です。まず私が仲良くなったかって、私がねまだねそんな稽古に行ってないので、そんなにまだ皆さんと一緒になるっていうのが少なくて、これからですかね。アドトラック、私が池袋に行けてないから見れてないんだよな。痛いんだけどね。でもなかなかちょっとお休みがないので見に行けない気がしてきたよ。だからみんな代わりに見てきて、私の代わりに見てほしい。もう4月まで怒涛な気がしてる。結構4月のコンサートが終わるまで、まあ、今はとにかくもうみっちりやってるので舞台の方とかで、本番終わるのとかも、もう3月下旬とかになってくるから、できっとそこからはね、コンサートに向けて
エイトだけじゃないからね。わかんない、私たちその前日のやつ出れるかどうか。出るよねきっと、だってみんな兼任してるし。私九姉妹ラストコンサート終わったらそこでみんな所属先がそこってなるからね、兼任とかじゃなくなって。だからみっちりなんですよ、まだ1月なのに。うわー4月終わるまでみっちりみっちりで、今回はあの大阪スタートだから、ちょっとね大阪と東京を行き来する説が結構お仕事の関係で出てきそうで、かなりハードそうだぜでも楽しみだよ、すごく。大変ってよりなかなか今までにない経験ができそうで、すごい楽しみ。茨城代表じゃ、まあ、でも私はね、茨城大使だったり、あのふるさ日立の方のふるさと大使でもあるから、まあ、その色はそんなに、うん、薄くなったりしないと思うな。ね、ありがたいことにね、そういうものに就任させてもらってるから、そこはずっとあのまあ休止だからねうん、そこはうん、なんか変わらないんじゃないかなと思ってる、私のところは。出身地も言わないの、うーん、どうだろうね、人それぞれなんじゃない。私はそのなんか肩書きとして大使っていうものがあるから、もしかしたら茨城のみたいな言うかもしれないけど、大使の肩書きかっこいいって、イエーイサインはどうなる。あー、私でもそんなずっとあの自分のリンっていう感じの名前ブブブブブって言って、そこにチーム8って言ってたけど、まあ、そこがまあ一旦 A になるぐらいのでも絶対あのままがいいな、サインは。どうしようかな、今後5年後とか、5年後10年後あそこ何入れようかな、ホリプロって入れようかなカタカナであそこ入れるものがなくなっちゃうんだよな、チームとかじゃなくなっちゃうから、将来の話ね。どうしよっかな、歌唱力。あ、まだ今日歌唱力やってな、やってるくない？え、気のせい？Now やってたりする？え、思った、なんかやればよかった。まあでもちょっと物理的にきっと難しかったかもだけど、でも名乗り出るだけやればよかったなとかも、終わっちゃったよね。ね、もうさ、そんなこと言ったって遅いんだよって感じだけど。あ、や、Now！ わお、予選を今やってるんだ。うん、ちょっとやればよかったなって思ったでも絶対このあれだと無理、もう稽古とこれ同時進行は無理だ。何、好きな歌歌えるのかな今。なんかたくさんこう、さあこっから選びみたいな感じでやるのかな今って。どんな感じなんだろう。好きなの歌えるの。よし、じゃあ私は怪獣で行こうかなダメ、何がいいですかね。私はね、今 STU が歌唱中だって。あ、なるほど、ほうほうほう、ここから選べよ。ああ、その最初のうちはってこと。へえ、そうなんだ。遊びに行きたいよ、いらっしゃい。明日はボートレース。明日はいないです。
明日私は稽古なので。ノーボート言い方。ちゃんと寝てね。いやーもうそれがしっかり寝てるのよ。全然もう絶好調、体調的には不調ないよ。今日も偉いよ、あのね、ちゃんとスーパーに行ってお肉買ってきて下ごしらえして、さっきもちゃんとニンニクを刻み、お肉もちゃんと染み込みやすいようにフォークでザク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 穴開けて自分の好きな調味料をねうまく調合し、鶏肉をつけたわけですよ。鶏もも肉の醤油味の照り焼き、朝ごはんのおかずにしてるの。あんたは褒めて、偉くない頑張ってる。そう、さっきのやつはまあここまあ、あれ昨日も今日も食べてるんだけど、朝お昼とかはもうねコンビニで買ったりとか、あのキャストの共演者の方とかが差し入れしてくれたものをちょいちょいつまんだりとか、まあね、稽古中そんながっつりご飯っていうわけにもいかないので、やっぱちょっとしたものって、だから朝と夜がもうたくさん食べるチャンスなので。今日も稽古場にはメイキングカメラが入ってたね。もう答え合わせよ、今日これ着てたから。あのそんな私映ってはないと思うけど、もうウォーリーを探せ状態よ。もうレア度あるよ。なんか歌を口ずさ、聞こえはしないだろうけど何か口ずさんでいるであろうオカビリンは、レア度3ぐらい。あの2階の方で椅子に座ってかきたまを食べているオカビリンはレア度7、星7。ちょっと居眠りしてるオカビリンはレア度星15。寝てたんかいってちょっとあったかい瞬間とかあるとね、ちょっと今寝ようかなみたいなね。いやそれがメイキングカメラに映ってたらもうすごいです。あなたもオカビリンマスターです。あなたは映ってないと思う今日は。そんなにそう今日やってたところとか、そんなに自分がこういやいやとかやってるところでもないので。居眠りって言うとちょっとあれか、聞こえが悪いですね。休息いやでもほんとね、男性キャストの皆さんはやっぱり筋肉量とかもう体が出来上がってるので、
盾とかもすごいうわおって感じ。なんかすぐそんな難しい技そんなひょひょいってできちゃうんだみたいな。なんかアクロバティック集団すごいです。なんか今まではさメンバーとこうあれこれ何で話あれショールームで話したんだっけ取材で話したんだっけなんかごちゃごちゃになってきちゃった。今まではさその盾とかやるのさメンバーがたくさんいたからさなんか一つのこう何かを伝授されたらそれを極めるためにこうずっと稽古期間なんとか習得していくって感じ。 なかなかやらないじゃない私たちは。やっぱりダンスとかをやっていて普段こんないいやういやみたいなことしないのでしてたらちょっと怖いんだけどそうでもやっぱ皆さんそういう作品とかたくさん経験されてきた人たちだしやっぱね男性ってだけで筋肉量とか、ね、私たちと全然違うからうんじゃあここはそうだねこれでヘイヘイヘイって盾の盾師につけられておーなるほどなるほどみたいなテンションでできちゃうのがすごいなって感じ。もうなんかそれだけでも見応えっていうか迫力がすごい。みんなもやりなよガシンガシンみたいな見せてよできるできるみんなも。いや笑いどころじゃないですこのできるできる笑うとこじゃないよ。ん？バトル。茶化してる。まあそれは茶化してるけど波上がってって言われたごめんごめん久々に聞いたメンズは懐かしいあのメンズはだね。茶化してたな。うん、茶化してた。ふう。1月ってお話し会多いんだね。で、今度も2日続けてあるもんね。明後日し明後日だよね。最近ずっと稽古ですか。めちゃめちゃ稽古って感じではないか。まあ、割合的には確かに稽古が多いけど、まあ、いろんな他の仕事とかと。なんかってみたいな。いやみんなもお疲れ様でですよ。デザート部の方です。はい、デザート部です。デザート部だよ、私も。話し会追加で、まあそうだね、追加では取れないっぽいね。
いつかは分からないけど次のシングルだ撮って、その時に。でもなんかもったいないよね、せっかくお話ししたいと思ってくれてるのに撮れなくて、もっと先にならないとって。絶対さ何ヶ月後かにさ、その話したいっていう気持ちもさ消えてるよね。もったいない、もったいないね。なんか、ま、その1日にそう7部とかになっちゃうと私があの体力的に死んでしまうのでちょっと厳しいんだけど、なんかね、別に一定でだから一部分だけみたいな、二部分だけみたいなあったらね、つかめそうでつかめなかったみたいな感じになっちゃう。でも別にさ、そのお話し会ってなんか1時2時3時とかあるけどさ、でもさみんなめっちゃそう言ってはくれるけどさ、別に私1時とか2時でなんか完売が出るみたいなそういうわけでもないからさ、なんか不思議だよね、そこそこで取れるはずなのにみたいな感じの。ちょっと未だにこんな9年もやっててその1時は何のみたいなシステムもあんまり理解できていないんだけれど。あ、ほんと？結構早い。そうなの？でもなんかね、わりかし一面だから新しい人ね、すぐ覚えちゃう、珍しいから。はあ、なるほどね私のクズ好きなんだねありがたい、ありがたい、そういうことねほんと？完売早いイメージだけ。やだ、ちょっと人気者チックな人気者風な感じね。そうだから毎回そうそうそう、撮りたかったけど撮れなかったって言ってもらえてすごい嬉しいしありがたいんだけど、なぜかそれが次にあれみたいな、反映されぬみたいな感じって私は感じてる。ガチ？本当？本当に言ってる？ありがてえ。サインが当たらないです。でもサインさ、でもちょっと偏りあるなって正直思っちゃう。なんかなかなかね、でも当たった人が悲しくなっちゃうからかもしれないけど。ね、まあでもランダムだからきっとあれなんだろうけど、まあだから複数当たった人は幸運だと思って大事にしてね。そんなに私のサイン欲しがってくれるの？あのちょちょいのちょいなのにそんなみんな欲しがってくれて、やだー、愛おしい、あげたい、めっちゃ嬉しい。そんな私がシュシュシュのシュで書いたものそんなに欲しがってくれるの？ちょちょいのちょいが欲しいごめん、なんか今自分でちょちょいのちょいとか言ったけど、実感にするとちょちょいのちょいじゃないんだよね。
だった人は本当にもう大事にして。わかる、発想遅いのなんでって感じはちょっと思ってる。ほやほやのうちにね届けてほしいなって。だからもうそれを見越してさ、こないださきっとさ3ヶ月とか4ヶ月ぐらいに届くからちょっとそれをルルルルみたいな話をされてさ学習すごいなんかいいのか悪いのか分かんないけどなんか変なとこを学習してるぞっていうなんだあれ。耳スタは早いんだけどね、なんででしょう。まあでもきっと複雑なんだろうね。きっとみんなはさ一人だけじゃなくてさいろんなメンバーをこう撮ってたりするでしょ。だからそれがあれなんじゃない、複雑なんじゃない。あこの人ここでも当たってて、あこの子のここでも当たっててみたいな。みんなのせいだリミートだとほらねそのそこまでなんか一人ずつみたいな方があれかもしんないし。おいおいおい動揺してちゃってるじゃんそれ関係ねえちゃうたあ、りんちゃんしか撮らないよ。あ、あなたのことも大好きです、大好きです。え、棚越しだけど大好きです、あなたも大好きです。ああもうそれはもうちょっとダメだね、それはダメだね。3番目に好きで正直でよろしいそういうパターンもある。いいよ別にいいのよ、私オンリーじゃないバージョン別に今報告しなくていいのよ。アトリエベリン楽しそう、もうすんばらしいよアトリエベリン言い過ぎでも今いろんなね SNS があるからちょっと大変です。う、伸びてきたな、切らなきゃ。気持ちを持って遊ばないで、好きなくせに舐めてると思われちゃう。舐めてないよ。変なとこ讃えないで大丈夫別に グッズちょっとね、 T
手つける時間がねえだちょっとなかなか、いや私もずっと出したいと思ってるんだけど、でもそこまで需要あるとかすごい心配もありますけど、いや私もやりたいと思ってるんだ。なかなかね今そっち行けないのよ。そうだ、手につけてない宿題があったんだ。確かにそうだよ、怪獣 T シャツも私のグッズではあるよ。最近みんな何してるんだろう。ドラッグモンスターなんだっけ、なんとかドラゴンがモンスターみたいなゲーム、ドライグ、そうだ、それはなんかわかるんだけど、波動合ってないからさ、みんな何してるのかなって気になる。知らない、みんなメンバーの動向。何それ、なんかね CM 出演権みたいなのを競ってる、ドライグ。そう、私なんか参戦させてもらえなかった。そうなの。あ、エリーちゃんの写真、あ、見てない。エリンギ見せてくんないかなもう表紙かわいい、エリーちゃんの写真集。ロガール、え、出ないの、出ないの、出たいんだけど、出たいと思ってるんだけど。うん、あ、やなさんの表紙、あ、見た、やなさんがツイートをしているので見たんだよな、かわいい。私服のドータ、え、撮ってない。私はタイトル、パチパチ、あのロゴは書かせてもらったけど、まあでもこの期間は本当にこちらに集中ですね。そうだよ、ゆゆもオットタクシー出るよ。もうそろそろ本場じゃないかな、確か。見に行きたいんだけどね、稽古がもしもうそこだな、そこのあれが。行きたいんだよね。怒鳴り散らされたりしない、あ、稽古でってこと？怒鳴り散らすはないけど、もうでもなんか
私はまだそんなに稽古出ててはなくて、皆さんがやってるシーンとかそれを稽古見てたりとかしてたりするんだけど、うん、すがすがしい指摘というか、もうストレートにここはこうっていう、もうこうしてこうしてっていう感じだから、もうそれをもう冷静に淡々とこう修正されて直していくみたいな感じ。何その言葉の意味にどういうあれが、どういう意思がなんていうのみたいな追求され方されちゃうと、私はなんか分からんってなるけど、なんかそういうのじゃなくて、もう本当に分かりやすく、そこはそうじゃないよね、そこはこうだよねみたいなのだから、もうすごい自分も直すときに分かりやすく直せるみたいな、うん、もうドカンとういって感じ。別にあのこうされてるわけじゃないけど、あの分かりやすく言うと、そうだから考える力、考えることをね、もうそなんか余計なところに使わなくていいから、どう説明したらいいんだろう。まあでも似たような感じ。そうなんだ。いやでもなんかそこを私は今この 1,2 年とかで、そういうところで鍛えられてたから、なんかここはでっけえ気持ちで挑められてるのかなって思います。ちょっとかっこつけ。いやでも本当石丸さんが怪獣見てくださってたっていう話はめっちゃ嬉しかったですね。優しい。絶対演出ってとっても大変だなってすごい、だって私たちの稽古を見てさ、こう指導しとかそういうのだけじゃないから、演出家さんって何から何まで照明がとか舞台のコレードとか、もうほんともう信じらんないぐらいすごいことを私たちの知らないところでもやってるから、すごいなと思います。そうだよね、だってそれだけのことを、すごい量のことやってるから演出なんだもんなみたいな、だからそういうことをしてる中で、多分だってこのねプロジェクトが動き出しても本当に1年前とかじゃないから、めっちゃもっと前から動き出してたみたいだから、私がねそのお話いただいたのは2年前とかになるのかな、くらいになるけど、毎回稽古にもちろんもちろんいらっしゃいますよ。うん。だからなんか自分がそのめっちゃ頑張ってた舞台を見てくれたのが嬉しいじゃなくて、そんな中でもこういろんな他にもきっと皆さん舞台出られてたから思うけど、そのね
主演って上ではないけれど、私はヒロインとして今回出させてもらうけど、だからその私のあれまでこう気にかけてというかね、てくださってたんだっていうのがね、面白かったよって言ってもらえたのも嬉しかったし、キャスティングする…でもなんか時間来そうじゃない？終わっちゃうよね、やばいやばい。まあまたその話はまたやった時に言うよ、もう一回言って、私に忘れないように。ちょっと3分で話せる内容じゃないと思った。今はね、ほんとまあ忙しくはあるけど、でも全然めっちゃ寝てるよ。うん、だから体調もだし、こうなんかモチベーション的なところでもすごい前向きにっていうか楽しみながらできてるから、うん、どちらともいい感じというか、今はね、今は本当に今だけかもしれないけど、今は大丈夫そう。まあでも、もっとやるべきことがもっとたくさんあるので、もっとシャキッとしなきゃなって感じだけど、おう、いい夢見ろよ。おやすみ。おやすみなさい。ありがとう、お付き合い。またやってくる。じゃあね。夢に出てこいよ。おお、新しいですね。やだ。忙しいんで、ちょっと。そんな夢に出演してる場合じゃないんで。悪いね。やだ。忙しいからな。言ってる場合じゃないんで、またね、私抜きで楽しんでくれ。